広島郵便局は、日本郵便が2017年4月10日に、広島県広島市西区、石内東に開局した、一般客向け窓口、ATM を持たない、タイプの郵便局である。住所、広島県広島市西区、石内東2-17-1全国的な地域区分局の再編に合わせ、それまで、 広島中央郵便局が行ってきた広島県西部の地域区分業務を担当するために新設された郵便局である。広島市西地区、石内地区において広島電鉄が開発した住宅団地、物流団地が集積するニュータウン、西風新とグリーンフォートソラノの物流団地エリアに建設された。近隣にはアウトレットモール、 ザ・アウトレッツ広島も建設されているが、一般客向けの窓口などは、悠々窓口も含め開設されない。なお、当局に最も近い場所にある通常の窓口を持つ郵便局は、ザ・アウトレッツ広島にあるジ・アウトレット広島内郵便局である。なお、岡山県と山口県では、県内に2カ所あった地域区分局の統合が行われているが、 広島県ではもう一つの地域区分局である福山東郵便局の業務は当局ではなく岡山郵便局に統合されている。ありがとうございます。